皆さんおはようございますマーティン。ラードミヤクボーイ、キリングタクです。えー、今回は、えー、高校時代、あの、高校総体新人戦についての、当時のことを言います。確かまずは、事前に応援を行いますね、はい。激励会、はい。応援をしますね、いつも通り、はい。大会と、あと、対戦相手といろいろ、 紹介して、はい。なお、まあ、文化系もしくは、入ってない人、そして、機会のメンバーなどは、まあ、応援に回るんです。はい。体育館で、はい。確か、高校総体の時は、まあ、どっか、鶴岡市内、あの、地区の場合、鶴岡市内、どっかの、駒庭のどこか,か、か、もしくは一部の場所、違うところもありますけども。まあ、一日、実質登校です、実質、はい。 応援、どっかに応援しないといけないです。私、確か、柔道部応援しましたね。はい。あとは、まあ、他にだったら。いろいろですね。はい。あの、出席名簿を書かないといけないですね。はい。確か。はい。そして、時間内に終了です。はい。バス投稿ですね。確か、駒モ原まで。はい。当時は土,土日、休日の日でしたね。確か。はい。覚えてます。 さて、えー、全国高校サッカーは今年はコロナのか関係でどうなるかわかりませんが、やると思います、独自の大会は多分。えー、駅伝、駅伝というかあの、箱根駅伝もどうなるかもわかりません、そこまでは。はい。というわけで以上です。今年はどうなるでしょうかそれじゃあさよなら、バイバイ。